五条楽園五条楽園とは、京都市下京区河原町五条の南東にある、旧遊郭赤線である、五条楽園とも表記する、お茶屋と呼ばれる店舗があり、旅館のような構造をしている。京都花町組合連合会に加盟する、花町における、お茶屋と異なり、一部では、西風族も扱っていた。このあたりには、平安時代末期頃より存在し、 平ら劇をも訪れたと伝わる。もともとは五条橋本、六条新地、七条新地という隣接する複数の遊郭であったが、これらが大正時代に合併し、長らく七条新地の名で親しまれた。かつてより芸妓と将棋が混在する花町であり、戦後は、いわゆる赤線となり、営業を続けていた。1958年の売春防止法施行後、五条楽園と、 名を変えた。当時はお茶屋84軒、置屋16軒、旅館15軒、バースタンド19軒で、芸営100人程度を要していたという。お茶屋へ入店し、経営者に料金を支払うと純和風の畳の部屋に案内されて、番茶を出された。経営者が、鍵盤に連絡を取り、しばらくすると、着物姿で旅を履いた女性が派遣されてくる、システムであった。 料金はサービスする時間によって異なり、女性が着物を脱いだり着たりするのに必要な時間も料金内に含まれていた。畳の部屋には座布団が3枚程度置から手より布団はなかった。また、古くからのしきたりで女性は陰部に図工をつけてから茶屋を訪れるのが習わしであった。五条楽園は夕暮れになると、それぞれのお茶屋の玄関に赤い蝶ょちんが灯り、非常に情緒があった。 現状は、五条楽園カブレン城を中心に、一般民家に混ざってお茶屋15件、おき4件が残っている程度である。大正から、昭和初期に建築された、独特な東フ屋根が生える京町家も現存する。2010年10月28日、11月18日の両日にわたり、京都府警により、お茶屋とおきの統括責任者、経営者ら5人が、 売春防止法違反容疑で逮捕された。これを受け、10月28日よりお茶屋と沖屋は一斉に休業している。11月17日には一帯の入り口に掲げられていた五条楽園の看板も撤去された。お茶屋関係者によると、今後の営業再開の見通しは立っていないという。また、一部はすでに廃業、建物も取り壊されている茶屋もある。 2011年3月、解散。京都市下京区の河原町通り、五条通、正面通、鴨川の内側一帯を指す。ただし、実際の店舗はさらに内側の範囲に点在する。ありがとうございます。